最新イベント情報検索っと。あゆむ、何してるの？コリンさん、次に出演できそうなイベントはないか探してるんです。頑張り屋さんね。この前音楽イベントに出たばかりじゃなかった？そんなにハイペースで大丈夫？そこまでたくさん出られてはいないですけど、もっと経験を積んでレベルアップできたらいいなって思ってるんです。いつまでも純粋な気持ちを失わないのは歩のいいところね。カリンさんは違うんですか？お姉さんは見に来てくれる人たちみんなを刺激と興奮の渦に飲み込んで捕まえちゃうから。怖いお姉さんですね。あら、意外とあっさりした反応。さすがに慣れてきたというか。もうそんなこと言うようになっちゃったの？純粋な歩、戻ってきて。ごめんなさい。ねえ、私も一緒に探してもいいかしら？もちろんです。今見てるのはこのサイトなんですけど。あ、これ職業体験テーマパークオープン10周年記念イベント。確かここっていろんな仕事を疑似体験できる施設よね。小さい子向けの。はい、各職業のパビリオンでスタッフとして子供たちの対応をしたり、スペシャルミニライブの予定もあるみたいです。ここすごく楽しいって評判よね。大人でも行きたい人が多いんですって。いろんな仕事を体験できるんだもの、面白そうよね。はい、すごく楽しそう。学校の授業でも職場体験ってあるじゃないですか。私その時のことを今でもよく覚えてるんです。すごく緊張したけど同時にワクワクもして、働くのって楽しいなって思ったんです。このイベントに出ればその時の気持ちをまた味わえるかもしれない。あの時とは違う仕事にチャレンジできるかも。あ、ダメ、こんなのはダメ。ん？何がダメなの？自分じゃなくて来てくれる人が楽しいかどうか考えないと。今のはさすがに自分勝手ですよね。自分が楽しめないのにどうやって他人を楽しませるっていうの？自分の気持ちも大事にしなくちゃ。カリンさん、ねえ、このイベント一緒に出てみない？私も興味があるの。私たちの楽しい気持ち、来てくれる子供たちに分けてあげましょう。はい。ここがイベント会場のテーマパーク。銀行、病院、飲食店、まるで街が丸ごと一つ入ってるみたい。本当ね。実際に人が住んでいてもおかしくない気がしてくるわ。今日は私たちもこの町の住人ですね。子供たちに楽しんでもらえるように頑張らなくちゃ。早速受付に。すみません、10周年記念イベントに参加させていただくミューズの綾瀬恵里と申します。高坂穂乃果です。今日はよろしくお願いします。あれ、エリさん、それにほのかちゃんも。あゆむちゃん、カリーさん、もしかして二人も今日のイベントに参加するの？ええ、あなたたちは二人だけ？他の子たちは？今回は私とほのかが代表で来たのよ。見知った顔がいるわね。いかなる場所にも
先んじて死を出迎えるその姿勢、実に感心。褒めて遣わすわ、リトルデーモンたち。まったく、落ち着いてください。職員の方々が驚いているではありませんか。よしこちゃん、ダイヤさん。よしこ、言うな。こんにちは。皆さんも今日のイベントに参加なさるのですか。奇遇ですわね。私たちもアクアを代表してまいりましたの。エリちゃんたちにダイヤさんたちまでこれはますます楽しくなりそうね。打ち合わせ終わった。これからそれぞれ担当のお仕事の制服に着替えるんだよね。楽しみ。かりんさんはネイリスト、ほのかちゃんはお医者さん、えりさんはピザ屋さんか。よしこちゃんは宅配便の配達員だよね。ええ、ヨハネ印の宅配便がパーク中に闇を届けるわ。宅配トラックが走り出した時がこの街の最後よ。そんな調子でいると子供が泣くわよ。歩は警察官よね。ダイヤさんは消防士。二人ともかっこいいじゃない。そうかな。かっこいい仕事だけど、私に務まるかどうか。歩さんならきっと素敵な警察官になりますわ。警察官も消防士も高校生じゃアルバイトもできない仕事だもんね。どんなことするの？医者もアルバイトじゃできないでしょ。さっきの打ち合わせでもらったプリントには事件の捜査とかパーク内のパトロールとか火災現場での交通整理をするって書いてあるよ。え、火災？模擬火災ですわ。消防士体験には消火活動も含まれていますので、歩さんとは現場でお会いすることになりますわね。はい、その時はよろしくお願いします。こちらこそ。今日は来場する子供たちだけでなく私たちにとっても貴重な体験になりますわ。責任を持って職務を全うしましょう。よし、頑張るぞ。みんな、こんにちは。職業体験テーマパークへようこそ。みんなには今から警察官としてのお仕事をしてもらいます。みんなで一緒に街の平和を守りましょう。さて、警察官のお仕事といえば何があるかな。わかる人？正解。街で起こるいろんな事件を調べて解決するのがお仕事だよね。みんなにも今から事件の捜査をしてもらうよ。早速現場に向かいましょう。警察手帳はちゃんと持ったかな。大事なものだからなくさないでね。では出発します。子供たちが3人しかいない。6人いるはずなのに、どこに行っちゃったの。あ、いた。おーい、事件現場に行くよ。戻っておいで。警察官には事件の捜査以外にもお仕事があります。それは街のパトロール。困っている人がいないか見て回りましょう。異常なし。ここも異常なし。おまわりさん、お勤めご苦労様。カリーさん頑
張ってるみたいね。控え室で着替えた時も思ったけど、制服とっても似合ってるわ。かりんさんも似合ってます。ネイルサロンの店員さん、ありがとう。ついでにこっちも似合ってるかしら。わー、ネイルアート綺麗。あら、ありがとう小さいおまわりさん。そのネイルアート自分でやったんですか？そうよ、このネイルサロンパビリオンではネイルアート体験もできるの。どう？少し寄っていかない？歩夢の爪も可愛くしてあげる。ありがとうございます。でもまだ勤務中なので後でもう一度来ます。わかった、待ってるわ。お仕事頑張って。はい、カリーさんも。来た。これが打ち合わせであった火災の緊急連絡。みんな、パーク内で火事が起こりました。これから現場に向かいます。着いた。ここが火災現場だね。火を消すのは消防士さんのお仕事だよ。私たち警察官のお仕事は街の人が近づいてきて危ない目に遭わないように守ること。もうすぐ消防士さんたちが来てくれるはずだから、それまで私たちが他の人を守ろうね。私の真似をしてやってみてね。皆さん、危ないので下がってください。あれがテーマパーク専用の消防車。ちっちゃくてなんだかかわいい。あ、いけない。こんな浮ついた気持ちで仕事なんて。皆さん、消防車が来ますのでもう少し下がってください。あゆむさん、ダイヤさん、お待たせいたしました。私たちが来たからにはもう大丈夫。直ちに消火を行いますわ。全員整列。これより消火活動を開始します。建物の前に設置されているのが消火ホースです。手元のボタンを押すと放水が始まります。これ以上被害を広げないために、冷静かつ迅速に消火に当たりましょう。全員ホースの前へ。私が合図をしたらボタンを押してください。準備はよろしいですか？では放水開始。わあ、すごい。本当に水が出てる。燃えているのは2階です。そこに水が当たるようにホースの向きを調整してください。そう、そのまま火元をしっかり見て水をかけてください。あと少しです。皆さん頑張って。全員で力を合わせこの炎を消しましょう。ダイヤさんも子供たちもかっこいい。よし、私たち警察も頑張らなくちゃ。やっと休憩時間だ。子供たちと一緒に事件の捜査とパトロールと、それから火災現場の整理。想像よりずっと大変だったな。テーマパークの疑似体験でこれだもん。本物の警察官はどれだけ大変なんだろう。それでも毎日私たちが暮らす街を守ってくれてるんだもんね。感謝してもしきれないな。さてと、せっかくの休憩時間だし、パーク内をいろいろ見て回ろうかな。あ、
コリンさんのネイルサロン行ってみようかな。それとも先にお昼ご飯を。そっか、それは寂しかったね。大丈夫だよ。あれはももかちゃん？そっか、あそこは病院パビリオンなんだ。一緒にいる女の子は誰だろう。よし、じゃあお膝見せてごらん。私お医者さんだから治してあげる。どれどれ、少し赤くなってるね。痛いの痛いの飛んでいけ。痛いの痛いの飛んでいけ。どう？もう痛くない？よかった。先生ありがとう。いやー、先生だってなんか照れちゃうな。ほのかちゃん、あゆむちゃん、どうしてここに？あ、パトロール？ううん、休憩時間になったから。それよりその子は？お医者さんの体験に来た子？ああ、違うの、この子迷子みたいなんだ。迷子？すぐそこで転んで泣いてたから声をかけて話を聞いたの。お花屋さんの体験に行く途中でお母さんとはぐれちゃったんだって。そうだったんだ。はぐれてそんなに時間は経ってないみたいなんだ。一緒に探してあげたいんだけど、私まだ休憩時間じゃなくて。あわわ、大丈夫だよ、お母さんすぐ見つかるよ。ね、泣かないで。ほのかちゃん、この子のことは私に任せて。私がお母さんを探すよ。本当？うん、さっきのほのかちゃんを見てたら私もやるべきことをやらなくちゃって思ったの。でもあゆむちゃん、休憩時間なんじゃ。だからって困ってる子を放っておくことはできないよ。ほのかちゃんかさ、自分が休憩時間なら探してあげるつもりだったんでしょ？うん、そうだね。じゃあお願いしてもいいかな？任せて。迷子になっちゃった子を助けるのも警察官の仕事だもん。うん、安心して。おまわりさんが絶対お母さんに会わせてあげる。花屋のパビリオンにはお母さんいなかったな。でもそれらしい人が探しに来たみたい。行き違いになっちゃったんだ。お腹空いちゃったか。そうだね、お昼だもんね。もう少し歩くことになりそうだし、何か食べようか。あゆむ？エリさん？どうしてここに？すぐそこが私の職場、ピザ屋パビリオンなのよ。あゆむは警察官体験のこの引率というわけじゃなさそうだけど、一体どうしたの？なるほど、迷子。必ずお母さんを見つけてみせます。でも先にこの子にお昼ご飯を食べさせようと思って。うん、ね、それならピザ作り体験していかない？作ったピザは持ち帰り OK だから、それをお昼にしたら？食べたい？じゃあエリさん、お願いします。さ、まずは生地を伸ばしていきましょうね。綿棒を使って薄く丸く。そうそう、上手。生地を伸ばしたらソースを塗って好きなトッピングを乗せていってね。どれにする？
いろいろあるわよ。コーンにウインナー、チーズをたっぷり振りかけて、とっても美味しそうね。お腹が鳴っちゃいそうだわ。ピザ、美味しかったね。お腹いっぱいになったかな。ほら、恥ずかしがってないで前に出なさい。それじゃ渡せないでしょ。ん？この声は。まずはなんて言うんだっけ。宅配便です。お荷物をお届けに参りました。そう、うまく言えたわね。渡す前にちゃんと名前と住所を確認するのよ。OK だったらサインをもらって。うむ、上出来よ。さすがリトルデーモン、将来有望ね。よしこちゃん、ヨハネと呼びなさいって教えたでしょ。って、歩夢じゃない。どうしたの。今この女の子のお母さんを探してるの。よしこちゃん、宅配便の体験って専用の車でパーク中を回るよね。それらしい人見かけなかった？子供を探すお母さん。ああ、そういえばさっきそんな人を見たわ。インフォメーションセンターに行ったらどうだって言われてたけど。インフォメーションセンター、やっとやっとお母さんに会わせてあげられるかも。宅配便の車、あなたのお家にも来たことあるのかな。お母さんと会えたら体験に行ってみるといいよ。そうしたら乗せてもらえるよ。乗せてあげましょうか。ちょうど次の配達先はインフォメーションセンターの近くだから、このヨハネが特別に許可するわ。本当？ありがとう。礼には及ばないわ。さ、乗りなさい。ヨハネ印の宅配便が闇の果てまで運んであげる。あそこがインフォメーションセンターだ。あ、あの人、もしかして。すみません、あの。迷惑だなんてとんでもないです。こちらこそもっと早くお子さんをお連れすることができなくてすみません。どういたしまして。お母さんに会えて本当によかった。これで安心してテーマパークを楽しめるね。お花屋さんや宅配便、いろんな体験をしてみてね。そんなあなたたちをおまわりさんは全力で守るから。あゆむちゃん、ほのかちゃん、それにみんなも。迷子の子を助けたんですって。お手柄じゃない。さすが正義の警察官ね。お手柄だなんて、そんなことないです。みんなが協力してくれたおかげです。私がしたことはあの子と一緒に歩いたくらいで。親と離れ離れになってその子はとても不安だったはずですわ。一人きりにしなかった、それだけでも十分ではありませんか。母親の行方だって一生懸命探してたでしょ。あの真剣でひたむきな眼差しにはヨハネも心を動かされたわ。そんな優しい警察官に協力するのは同じ町で働く者として当然のことじゃないかしら。そうだよ、本物の警察官だって町の人たちと力を合わせて事件を解決するんだから。そうかな。そう言ってもらえて
少しほっとしちゃった。この制服に見合うことができていたならよかった。自分の仕事で誰かを笑顔にしたり安心させることができるって私自身も嬉しい。そう思ったの。そうね、仕事って自分と他の誰か両方のためにすることなのかもしれないわね。みんなで幸せに豊かに暮らしていくために。ところでさ、みんな揃って休憩時間になったんだし、一緒にお昼ご飯食べようよ。いいわね。歩もあれだけじゃ足りなかったでしょう。あれだけって？あの女の子がエリさんのところで作ったピザを分けてくれて。でも、はい、足りなかったです。お腹空いちゃいました。確かこのパークファストフード店が入ってたわよね。この後ミニライブもあるし、今のうちにしっかりエネルギー補給しておきましょう。そうですわね。昼食を食べて午後も頑張りますわよ。